宇宙から私たちの社会を支えるさまざまな情報を提供してくれる人工衛星。これらの宇宙機と地上にいる私たちとのつながり、それはパラボラアンテナを用いた電波のやり取りしかありません。人工衛星と地上とをつなぐ、それが JAXA の追跡ネットワーク技術センターの仕事です。パラボラアンテナを正確に制御して人工衛星との通信を確立します。宇宙機を、位置を決定して、これからどこに飛んでいくか予測されたことに対して、確実に通信をすると。追跡ネットワーク技術センターでは国内7カ所、海外4カ所の地上局にパラボラアンテナを設置して衛星追跡ネットワークを構築しています。そしてこのネットワークを集約しているのが筑波宇宙センターの中央管制室。24時間365日各地上局を遠隔で監視し制御しています。一方、各地上局では中央管制室からの情報をもとにアンテナを制御して人工衛星との通信を確立します。しかし、いつも予定通り行くわけではありません。例えば風が強く吹くとパラボラアンテナは風を受けて大きく揺れます。雨が強くなってきた時には、声も聞こえづらくなります。周りの状態も含めて確認してあげながらやるっていうのはすごく難しいですね。人工衛星の軌道を計算する軌道の決定と軌道の予測も追跡ネットワーク技術センターの仕事です。地球を周回しています人工衛星が、過去どこにいて、今そして今どこにいて、今後どういった軌道を通る軌道になっていくか、衛星がそのミッションを達成するために軌道上で決められた定められた位置にいなきゃいけませんので、いつ、どのぐらいの軌道制御を行えばいいかというような、情報を算出して提供しています。人工衛星の軌道は重力や大気抵抗、太陽活動などの影響を受けて複雑に変化しています。追跡ネットワーク技術センターに集まってくるその日その時の情報をもとに最も信頼できる軌道の予測を実施しています。また軌道の決定も重要な仕事です。例えば第1・2号、火山活動や地震などによる地表面の変化をセンチメートル単位の精度で検出観測できる衛星です。誤差1メートル以内という精度が求められる第1・2号の軌道決定。これに対し追跡ネットワーク技術センターでは誤差20センチメートル以内という精度で衛星ミッションの期待に応えています。近年大きな問題となっている宇宙ゴミ、スペースデブリ。人類が打ち上げた人工衛星だとかロケットだとかの部品とか、あとは破片といったものが今宇宙空間にたくさん漂っているんですね。例えば10センチ程度の以上のものだとすると、だいたい2万個ぐらい、10センチ以下の物体となるとそれこそ数万から下手したら十数万とかっていうような。例えば秒速 7.5 キロメートルという高速で軌道上を周回しているスペースデブリ、わずか 100g のスペースデブリがぶつかるだけでその衝撃は F1 カーとの衝突に匹敵します。レーダー、光学望遠鏡、解析システムの3つを使用してより多くのスペースデブリを観測する宇宙状況把握システムを整備しています。追跡ネットワーク技術センターでは高度化する衛星ミッションに対応するための新たな技術の開発も行っています。
例えばより高い周波数の電波経営帯に対応した地上局の開発。周波数帯域が高いほど一度にたくさんのデータを受信することができますので、より大きな画像の伝送だったり一度にたくさんのデータを送りたいという衛星が増えていますので、そのような衛星に対応できる新しいアンテナを作っています。まあ、我々、軌道担当、軌道管理している人間ですとか、追跡の人間が日々緻密な計算をしたりだとか、そういった裏方のような役割をしてるんですよというのを、もう少し世の中の皆さんにも知っていただきたいなと。私たちのやっていることが、全てのミッションの成否に関わってくる。日々平穏に終わると、平和なこと自体がもう嬉しいことだというふうに思っています。今回のプロジェクトはスペースデブリを観測するというのが目的ですけれども、それはあくまで足がかりであって、今後はスペースデブリを減らすというところでいろんなアプローチがあると思っています。そういったプロジェクトに対してですね、しっかりバトンタッチをできるように、今回の SSA システムの開発を頑張っていきたいと思っています。私が維持管理を担当していた千葉県勝浦市にあります勝浦宇宙通信所の勝浦 SX 局というアンテナがあります。お椀の大きさも20メートルと非常に大きいアンテナで、下から見上げるとすごく迫力のある大きなアンテナですので、ぜひ見に行っていただけたらと思います。JAXA ではいろんなその人工衛星のミッションとかを通して、その社会貢献といいますか、社会にそれを技術開発した成果を還元するということを目指してやってるんですけれども、追跡ネットワークのシステムっていうのは、その人工衛星がちゃんと機能させてミッションを達成するのに必要不可欠な、いわゆるその土台となるようなその大前提みたいなシステムなので、そういう意味では JAXA の中でも最も古い部署の一つと言えます。人工衛星のさまざまな進化とともに、追跡管制ネットワークも技術開発をしつつ進化してきてますので、そこは一つのその JAXA における強みだと思ってます。これまでもこれからも地球と宇宙との唯一の絆、それが JAXA の追跡ネットワーク技術センターの仕事です。